どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、そこまでね影響ない方はねほとんどかなというふうに思うわけなんですけども、個人的にはねスーパー残念なねニュースが飛び込んできまして、プライオリティパスね昨日動画出させていただきましたけども、プライオリティパスでですねプラザプレミアムラウンジが提携終了ということで、こちらのニュースがですね飛び込んできましたので、まあ、こちらの解説ねしていきたいなというふうに思っております。まあ今回はね、まあ、解説っていうよりかはまあ紹介って言った感じですかね。まだねこちらの情報に関しては海外のねサイトにリークされた情報っていう風になっておりまして、まだね公式サイトからのね発表ではないわけなんですけども、プライオリティパスのですね提携ラウンジの一つであるプラザプレミアムラウンジとですね提携終了ということで、今後ですねプライオリティパスでプラザプレミアムラウンジはですね利用することができなくなってしまうっていう感じなんですよね。まあね国際線ねあんまり利用されてない方はですねプラザプレミアムラウンジ何ですかっていう感じだと思ってると思うんですけども、このプラザプレミアムラウンジはですね日本にはねないわけなんですけども、世界25カ国49の空港にですね180カ所をね超えるラウンジをね運営しているっていう風になっておりまして、まあこんなね世の中になる前まではですね年間2000万人の方にですねラウンジサービスを提供してたわけなんですけども、こちらはですね2021年7月をもってですね提携終了ということで、今後はね利用できなくなってしまうっていう感じなんですよね。いやね本当にねこちらね個人的にはかなり残念なニュースで、私がね2018年に ANA SFC 仕様をね行って、2019年にですね ANA のねダイヤモンド仕様をね行ったわけなんですけども、まあ、私ね動画で解説させていただいている通りですね SFC 仕様をねした時はクアラルンプールから発見の東京経由のニューヨークの往復でねSFC 仕様をね行ったわけなんですけども、この SFC 仕様の中で一番ね利用したラウンジっていうのがこのクアラルンプールにあるですねプラザプレミアムラウンジだったんですよね。クアラルンプール国際空港のサテライトにねあるプラザプレミアムラウンジなんですけども、まあ、このプラザプレミアムラウンジではですね食事とアルコールはねビールだけ飲み放題っていう風になっておりまして、それ以外のねお酒は有料だったわけなんですけども、まあ、それ以外にですねシャワーであったり Wi-Fi っていったね基本設備がね備わっておりまして、本当にね便利に利用させていただいてたんですよね。まあシャワーに関してはですね男性の方はねまあそこまでね気にされる方少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、シャワーはですね本当に簡易的な感じで、シャワーにねボディーソープしか置いてなかったね、そんな覚えがあるわけなんですけども、まあね利用できるか利用できないかって比べたらですね、まあそれはね利用できた方がねいいって言った形になりますんで、個人的にはですね重宝させていただいておりまして、またですねこのラウンジはね24時間営業ということで、夜中でもね利用することができるって言った形になっていたんで、本当にねいいラウンジだったんですよね。いや本当にね今後ね利用できなくなるっていうのはですね本当に残念ですよね。まあ閉まるのはですね2021年7月ということで、今ね2021年4月ということで、あとね4ヶ月ぐらいしかねないわけなので、まあこんな世の中ですからね、あと4ヶ月後にですね国際線にね普通に乗れるっていうのはですねあんまりね想像できないかなっていうふうに思いますので、まあおそらくですねもうね利用することはねできないのではないのかなというふうに思っております。私の ANA SFC 仕様の動画でですねクアラルンプール発見の東京ニューヨークね往復された方もですねこのクアラルンプールのですねプラザプレミアムラウンジね利用したことねある方結構いらっしゃるかなっていうふうに思いますので、利用したことある方はですね結構残念ではないのかなというふうに思いまして、今回ね動画撮らせていただいたっていう感じなんですよね。今後はですね ANA のね最終便でねクアラルンプール行った場合は、まあ、朝ね到着するっていった形になるわけなんですけども、 ANA のねステータスを保有されている方はですねスタイアランスのねラウンジ利用すればねいいんですけども、まあ、保有されてない方はですね ANA のね提携ラウンジっていうのはマレーシア航空のパワーラウンジがね使えるっていう風になっているわけなんですけども、こちらはですね
利用できる、ね、時間が制限されておりまして、搭乗の、ね、3時間前からじゃないとですね利用することができないんですよね。ですのですごいね前に空港の制限エリアにいてですね ANA の、ね、定型ラウンジが利用できないってなるとですね、このプラザプレミアムラウンジでねゆっくりされてた方ね結構いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、今後はですね利用することができないのでロビーでね待つしかないのかなっていうふうに思うわけなんですよね。まあ、今回の発表でプライオリティパスがですねクアラルンプールのラウンジねなくなってしまうっていう風になりますんで、まあ、もしかしたらですね他の定型ラウンジね出してきてくれるかもしれないんですけども、こんな世の中になってしまってこのプライオリティパス自体もですねかなりね収益下がってるかなっていう風に思いますので、今後ねどうなるかわからない感じですよね。2021年4月現在ですね公式サイトにね世界に1300のねラウンジがあるっていう風にね記載がされているわけなんですけども、今後もですね減ってしまう可能性もですねあるんじゃないかなというふうに思っております。いや本当にね普通に飛行機がね乗れるようになった時にですねまたね定型ラウンジとしてですね復活ねしていただきたいなというふうに思っております。個人的にはですねかなりね思い出がねあるラウンジっていう風になりますんで、いや本当にね残念でしかないかなっていう風に思ってるんですよね。でですねこのプラザプレミアムラウンジね今後はもう利用できないのかっていう話なんですけども、年会費ね14万円するアメックスプラチナクレジットカードってありますよね。こちらはプライオリティパスとですね提携を組んでるんですかね、まあ利用することがねできるっていった形になりますんで、まあプラチナカードのみっていった形になりますんで、入り口にねアメリカンエクスプレスのねマークがあって、まあ、私もですね初めて行った時にアメックスのゴールドカードかな保有しておりまして、こちら使えますかって聞いたらですねプラチナカードを出されてこれだったら使えるよって言われて、まあ、結局ね使えなかったわけなんですけども、今後もですねアメリカンエクスプレスのプラチナカードであればですねプラザプレミアムラウンジね利用することができるっていった形になりますんで、まあ、今回ね私はクアラルンプールにね話ばかりさせていただいておりますけども、世界中のねプラザプレミアムラウンジが今回の発表で利用できなくなるっていう風になりますんで、アメリカンエクスプレスのねプラチナカード保有されている方に関してはですね、まあ、今回の発表はね影響ないのかなっていうふうに思っております。まあねアメリカンエクスプレスのプラチナカードね年会費14万円ということで、かなりね年会費が高いクレジットカードなわけなんですけども、まあある意味ですねプライオリティパスでね今後入れなくなるラウンジにもですねアメックスプラチナカードね保有していればね利用することができるっていった形になりますんで、ある意味ねアメックスプラチナカードのですね優位性がね上がっていくのかななんていうふうに思っております。今回の動画はねちょっと短くなってしまったんですけども、個人的にねかなり大ニュースっていうふうになりまして、私のね動画を見ていただいている方の中にもですねこのプラザプレミアムラウンジね思い入れある方ね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、いや本当にね残念ですよね。まあ今後ね復活することをね楽しみにしていきたいなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボイホテル、ヒルトンホテルごとについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。